はい、高さはちょっと、識別不能となってますね。高さは、分かりませんけども、第一波は、宮城県の金華山沖で観測されたということですね。はい、沖ですから、沿岸というよりも、これ V か何かで観測された津波かもしれませんね、もしかすると。はい、ちょっと今のところこれ以上の情報分かっていませんが、実際に津波が発生しているということです。津波注意報出ていまして、これまでは予報ですね、津波が発生するだろうという予報を出していたわけですが、この津波情報をもちまして実際に津波が発生しているということを表しています。ですので、この津波注意報しばらくの間、出された状態が続くのじゃないかなというふうには考えられます。はい、はい、では、津波の到達予想をお伝えします。はい、この後、岩手県、宮城県は10時20分ごろ、すでに到達しているといったところも、あります、考えられます。福島県では10時半ごろ、最大50センチとなっています。そして、各地の詳しい到達予想時刻ですが、もうすでに、過ぎているところもあります。宮古、大船渡、釜石、石巻市、こちらは10時30分ごろ、まだ来ていないからといって油断しないようにしてください。すぐにでも到達するといったそういった恐れもあります。それからいわき市小名浜10時40分ごろ、久慈港10時50分ごろ、仙台港相馬では11時10分ごろの予想となっています。すでに到達予想時刻過ぎているところもありますが、今来ていないからといって油断しないようにしてください。この後来るといった恐れもあります。実際観測情報も出ています。海岸からは直ちに離れるようにしてください。はい、詳しい先ほどの津波の観測情報入ってきましたので、お伝えします。県庁所で観測した値としては、先ほど、まだ不明だということだったんですけども、こちら、沖合、金華山沖ですね、そちらでの沖合での観測値としては20センチ、観測しています。でこれ沖合が20センチだとしましても、これ沿岸部まで、ね、到着しますと、それ以上の高さに、なることはもちろんありますので、低い津波では決してありませんのでね、やはり確実に、海のそばに近寄らないこと、そして、まだ海の近くにおられる方は、ね、すぐ避難、していただくということを、実行に移していただきたいと思います。海には、ね、津波をよく見に行くという行為を、ね、されることがあるかもしれませんが、決して、ね、なさらないようにしていただきたいと思います。はい、実際に、はい、どうぞ。観測されていますが、はい、この後ですね、この後津波が到達するといった恐れもあります。各地の予想時刻見てみますと、宮古では10時半ごろ、そして大船渡、釜石、石巻では10時半ごろということで、すでに過ぎていますが、今来ていないからといって油断しないようにしてください。またいわき市、小名浜では10時40分ごろ、久慈港で10時50分ごろ、仙台港相馬では11時10分ごろとなっています。満潮時刻が正午過ぎといったことで、さらにですね、高くなるといったそういった恐れもあります。はい、それでですね、3月11日の大きな地震の影響で、東北エリアの太平洋沿岸はかなり大きく地盤沈下しているわけですね。ですのでこれまでも、満潮時間になりますと沿岸部の低い場所では浸水など、住宅地などでも、ね、浸水などする被害が、出ています。で今回はちょうどその上にさらに50センチ程度の津波が押し寄せてくるということがありますので、非常に、ね、危険な状況だと思います。はい、ですのでやはり海の近くに、ね、近寄らないということですので、普段のやっぱり50センチの、津波とは、今までの、ね、50センチの津波とはやっぱりまた違うんだと。でまた防潮堤防波堤なども、前回の、ね、大きな津波で破壊されたところがありますので、そういった場所ではね、普通に50センチの津波が、押し寄せてくることがありますのでね、そのあたりも気をつけていただきたいと思います。はい、では、現在の、小名浜のちょっと様子を、見ていきたいんですが、
ウェザーニュースでは今週、しらせ小名浜セブンデイズ、この311の大きな大震災、大津波の被害、出ました。でこの復興復旧復興を我々ね、復旧復興を手助けするという意味でですね、元気づけるという意味もあったんですが、今小名浜でしらせを使って数々のイベントを行っている最中なんですね。で小名浜港にしらせは入港していますので、ちょうどこの津波の影響を受けることになります。で本日日曜日ですので、大勢の方がこの小名浜港のしらせに来ていただいたんですけども、この津波注意報の発表を受けまして、実は乗船されている方は下船で今やめてもらってます。要はしらせの船内で避難して待機していただいているという状況なんですね。で、また岸壁にいた方も一旦しらせにすべて乗船していただいて、今後の行方を見守っているという状況です。で現在のしらせに置いているライブカメラ、ご覧ください。こちらこの1時間ぐらいのライブカメラの動きなんですけども、実は津波注意報が発表されるまではこの岸壁にね、何度かバスが到着して、でその度にバスからね、しらせ乗船される方が降りられて、でしらせの方に乗船されてたわけなんですけども、この時間最新の映像を見ますと、岸壁にはもうどなたもおられません。すべてしらせに乗船されて今避難されているという状況になっています。それでですね、現在このしらせにはウェザーニュースのスタッフ乗っていますが、村田と電話がこの後つながりますので、村田にまたこの状況を詳しく聞いてみたいと思います。はい、予報センターから地震情報をお伝えしていきました。現在津波注意報が発表されています。まだ津波が来ていないからといって油断しないようにしてください。それではですね、先ほど木田さんのお話にもありましたが、現在ですね、しらせで、津波注意報発表されましたので、しらせの船内で避難されている方もたくさんいらっしゃいます。それでは、また村田さんにつないでいきたいと思います。村田さん。はい、もしもし、村田です。よろしくお願いします。はい、ですね、10時40分ごろ、小名浜港の津波到達の予想でしたが、海面の変化などはありましたでしょうか。の上で感じるほどはなかったですね。はい、で、宮部館長にちょっと話を聞いてきました。はい、でその情報だとですね、現在は満潮の時期ではないので、はい、多少 その、まあ、今回 その50センチぐらい その予想ということであれば、はい、ほとんどその感じられるぐらいの潮位変動はないだろうというお話でした。でもしあったとしても満潮時と同じぐらいなので、特に船に大きな影響はありませんというようなお話でしたね。はい、ちょっとそれを聞いて少しホッとしますね。はい、今のところなんか大きく揺れたとかですね、海面をずっと見てるんですけど、はい、何かその盛り上がった感じっていうのは特にないです、今のところは。はい、ご船内にいらっしゃる皆さんの様子はどうですか。はい、ですね、まあ、そういう状況ですので、はい、変に不安にならないようにですね、一応ホールの方では、はい、まあ、少しインフォメーションを入れたりですね、あとはそのいろんなイベントもですね、今の例えば空読みデッキの方で、まあ、予報士道場をそのままやっていたりですね、はい、するような状況で、はい、船内でも、まあ、少しリラックスした雰囲気で、はい、やってます。わかりました。はい、で今ですね、はい、港の方ですね、はい、放送がかかったりですね、あ、今消防車が回ってますね、避難をしてくださいということで。はい、はい、わかりました。まだ引き続きで、ここから見え、はい、そうですね、はい、ここから見えるかで、被害というのは多分ないと思うんですけどね。はい、はい、わかりました。ではまた、はい、何かありましたらまた中継お願いします。はい、はい、ありがとうございます。この後ですね、はい、
地震の山口さんが、はい、今日乗船されているので、はい、山口さんの方にもまた詳しい情報を中継入れたいと思います。あ、はい、わかりました。よろしくお願いします。はい、はいはい、よろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、現在しらせにいる村田さんと電話をつないでいきました。しらせの中はまだ大丈夫ということでした。皆さんもね、今予報室登場など行われていて少し安心している様子とのことでした。はい、それではですね、今回の、詳しい津波の情報について予報センターの木田さんと、津波担当の山口さんに聞いていき、中継をつないで確認していきたいと思います。それではお願いします。はい、では伝えていきましょう。まず最初リポート町田さんの方から、ご紹介してもらいます。はい、先ほど、釜石からのリポートがありましたが、今回岩手県陸前高田市からも届いています。地震は揺れがゆっくりでしたが長かったため、即避難準備を行い高台に避難しました。高台、パーキングに、避難してきた、ということですね。はい、こちらもやっぱり前回の、ね、地震の経験があったのでしょうかね。陸前高田市からですけども、近くのパーキングにすぐ避難したということでね、これも、やっぱりいい判断ですよね。で、素早くやっぱり動くということが、この津波注意報、今回は注意報ですかね、警報がなどが出たときには必ず、実行していただきたいと、いうことになりますね。はい、はい、車が集まってきているということですね。そうですね。はい、はい、それと山口さんと、はい、中継電話がつながったようですので、山口さんと電話しながら、現地の状況などもね、聞いてみたいと思います。山口さん。はい、よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。今山口さんはしらせのどのあたりにおられるんでしょうか。はい、しらせのですね、船首の部分におります。はい、後ろにはですね、小名浜港の海が見えている状況なんですけれども、はい、海面のですね、変化というのはここからではわからない、変化は今のところ見られないという感じです。はい、今のところ 海面の変化、津波らしきものは観測されてない、目視では観測されてないということですね。そうですね。はい、わかりました。はい、そして、この後まだ津波注意報が出ていますので、予断許さない状況続くと思うんですが、今回のこの地震、久々にかなり大きな、地震だったと思います。はい、で広範囲で、最大震度は4でしたけどもね、はい、広範囲で広い、大きな揺れで、マグニチュードが、はい、7.1 という、地震でしたが、この地震なんですが、地震津波担当の山口さんとしては、どのように見ておられるでしょうか。はい、これはですね、3月11日の巨大地震の余震になります。震源の場所もですね、沖合180キロぐらいで、深さも10キロということで、3月の11日の地震に当たるんで非常に近いということになります。これは地震の起きた場所としてもですね、余震の一つということ。はい、ちょっと回線の、状況があまり、良くないようです。途中までね、聞こえてましたが、前回の3月11日の、地震の震源に、近いんじゃないかと。はい、はい、それで余震だろうと、いうことですね。余震の中でも大きい方の、部類に入る余震だと思います。マグニチュードね、これ 6.5 以上になると、大体津波が発生するとね、言われていますので、はい、それははるかに上回る、規模の大きな地震だと、いうことですね。はい、今のところは知らせからは海面変動などは見られないということですね。うん、はい、はい、はい、また新たな、ね、はい、観測地情報が入ってきたようです。はい、こちらになります。はい、大船渡で10時44分、11分前ですね、11分前に10センチの津波を観測しています。大船渡では
10時44分、11分前に10センチの津波を観測しています。はい、これは第一波だと思うんですがね、はい、さらにこれ以上の高い津波になる可能性もありますのでね、はい、10センチだから安心ということには、ならないということです。では山口さんともう一度ね電話がつながりましたので、聞いてみたいと思います。山口さん、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、もう一度同じ話の繰り返しになるかもしれませんが、はい、はい、今回の地震、山口さん地震担当津波担当としましてはどのように考えておられますでしょうか。はい、これはですね3月11日に起きました巨大地震の余震ということになります。はい、マグニチュード7を超す余震というのはですね4月の11日にここをまさに福島県いわき市を震源とする地震があったんですけれども、それ以来の規模ということになります。もう地震から巨大地震からもうすでに4ヶ月近く経つところなんですけれども、ここに来て非常に大きな余震が再び起きたとこういうことになります。そうですね、今日が7月10日ですよね。はい、明日でちょうど4ヶ月になるわけですから、まあ、このタイミングでまた大きな余震が発生してしまったということですね。はい、そうですね、最初の地震がやはりかなり大きかった分ですね、9.0 というマグニチュードでしたけれども、それから考えますと、数ヶ月から1年ぐらいは、この規模の地震が起きる可能性はあるとこういうふうに考えていたんですけれども、またここに来て起きてしまったというところですね。はい、それでですね、皆さんからリポートをこの時間まで、このソライブ24通じましても、何枚か、ご紹介させていただいたんですが、やはりこの揺れを感じたということ、はい、強い揺れを感じた、また津波注意報が出たということで、すぐ避難された方が多かったみたいですね。なるほど、はい、そうですね、その3月 の地震の、印象が非常に強いということもあるかと思うんですけれども、はい、実際にここの、私今小名浜港にいるんですけれども、はい、地震の後からですね、防災無線を通じての、避難の呼びかけですとか、今も海上保安庁の巡視艇がですねちょうど小名浜の港を回っているところなんですけれども、こういう形で、避難といいますか注意の呼びかけもこう頻繁に行われている状況ですね。うん、はい、分かりました。そして、今しらせは、小名浜港に停泊しているわけですけども、津波注意報が出た場合、我々よく海から離れて高台に避難するようにということを呼びかけていますが、今回しらせの中で皆さん避難されているということなんですが、しらせの中は安全だというふうに考えてよろしいんですね。はい、津波の予想の高さが50センチということになります。これですね、不用意にこう、岸壁に降りるとかですね、沖合に出るとかという行動よりもですね、まずここに留まって、50センチですとその岸壁を海水が乗り越えるというのは今の状況では考えにくいのでですね、船はそのまま留めた上で中に滞在しておいていただくとこういうことが最も安全ということで今の措置を取っています。はい、分かりました。やはりね、そのあたり、どうなんでしょうかね、今日乗船させていただいている皆さん、不安など、あるんでしょうか。そうですね、今かなり多くの方乗っていただいているんですけれども、特にその動揺とかですね、非常に不安がられているとか、そういったところは見られないですね。ただやはり少し気になられるのか、海の方を時折ご覧になっている方はいらっしゃいます。はい、わかりました。はい、いずれにしましてもね、やはり皆さん心配されていると思いますのでね、スタッフの皆さんも、そのあたり、対応ね今なさっていると思いますのでね、今後も、よろしくお願いいたします。はい、はい、それでですね、この津波なんですけども、今、注意報が出ていまして、実際に観測情報が、入ってきています。で、はい、10時44分に大船渡で10センチの津波が観測されたようです。そして、はい、金華山沖でも、高さは不明なんですが、第一波観測されたということなんですが、今回はこれもう実際に津波が発生しているということですが、
これ注意報が解除されるまで時間はかかるんでしょうか。そうですね、はい、今のところの高さがまあ10センチぐらいということで、被害を出すほどの大きさにはなっていないんですけれども、はい、まあ、第2波あるいは第3波ぐらいまでですね、ちょっと状況を見極めた上で、まあ、これ以上大きくならないという判断があればですね、比較的短い時間で解除になると思うんですけれども、まだそうですね、第2波が到達したという情報は特にまだ来ていない状況ですので、もうしばらく、まあ、ちょっと注意報という形で継続される可能性はあります。はい、わかりました。ちなみに注意報が解除されるまでは、下船は誰もされないということですよね。念のためなんですが、はい、はい、そうです、はい、乗船も下船も今現在中断をしている状況です。岸壁にいらっしゃる方はすべ、てこちらのお知らせの方に、まあ、乗っていただいた形で、まあ、今誰もいない岸壁になっているんですけれども、解除されるまではこの状態を続けるということになります。はい、わかりました。またね、そちらで、新たなね、情報がありましたら、中継つないでねお聞きしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、今日はしらせ、セブンデイズということでね、はい、週末たくさんの方が、この小名浜港に停泊しているウェザーニュースのしらせにね、乗船ちょうどされてた、ところだったんですけども、まあ、もともと津波注意報が出た時には、乗船して、解除されるまではそこで、退避しているということでね、我々もマニュアルを作りまして、準備はしてたんですけどね、まあ、今回、まあ、注意報が出たということで、このように予定していた通りのこの、対応をね、現在取らせていただいているという状況です。ただ、ね、ちょっと気になるのが、少し長引くかもしれないというところですね。はい、第2波、第3波を見てからということでしたね。うん、そうですね、はい、まあ、まだ10センチですのでね、うん、このあとさらに高くなるかどうかというところをどのように、ね、見極めるかと、はい、いったところだと思いますね。はい、津波に関してですね、皆さんからのリポートを紹介したいと思います。はい、お願いします。はい、福島県のいわき市からいただいています。道の駅四つ倉にいました。支援物資配布の受付待ちしてたら、先ほどの横揺れの地震が発生、近くの植物もゆらゆら揺れました。まもなく津波注意報発令、万が一を考慮して主催者は中止決定、うん、現在はアパートへ退避中ということです。なるほどね。はい、やはりですね、まあ、週末の日曜日ということで、それぞれ、まあ、これは支援物資の、うん、配布ですよね、はい、うん、などされてたところもあったかもしれませんね、多く、はい、でそういうところもね、すぐ中止を決定して避難したということはね、これも正しい判断ですね。やはりすぐ行動を起こすということが、今回のね、我々学んだことだと思います。とにかく逃げるということがね、一番大切だということですので、まさにそれ実行された、そんなリポートですね。はい、はい、続きまして青森県八戸市からですね、こちら、弱い揺れが数秒ついてから揺れが徐々に、強くなってきたということです。で揺れは時間にして約1分、長い揺れですね。で体感としては3から4かと思っていましたが、家の震度の参考になる観測が2ということで、実際体感では、もうちょっと揺れたということですね。うん、そして、自分の住む地区に津波注意報は今のところ出ていませんが、注意報の範囲が広がる可能性もあるため、テレビやラジオ、ソライブなどで、情報を収集しながらいつでも避難できるよう準備をしておこうと思います。はい、はい、うん、ということで、まだ避難情報は出ています。注意報は出ていない。そうですね、こちら青森県の八戸市からいただいたリポートで、今回津波注意報が出ているのは岩手県、宮城県、福島県の3県になっています。青森県は、海面変動が多少、予想されてはいるんですが、海面変動というのは津波の中でも、低いものですね。低いものを、まあ、海面変動ということでお伝えしていますが、あんまり大きな被害というか被害が出ない高さということですのでね、注意報は出されていませんが、前回の、3月11日の大地震の時は、津波の予想高さが時間とともにだんだん上がっていったわけですね。ですから、はい、そのことを、こちら八戸市のサポーターの方は覚えておられたんだと思うんですが、今のところ注意報は出ていませんが、万が一ね、
注意報が出た場合すぐ避難できるようにしているということですね。まあ、そのため、まあ、テレビ、ラジオ有効ですしね、こちらソライブ24も、視聴して確認されているということですね。はいはい、それから、知らせ会場に関してですね、はい、いわき市から、先ほど知らせ会場に来ましたが津波注意報が発令され一時中止となりました。高速運転中揺れた感じがありました。これから指示された場所に避難します。津波注意報を早く解除することを願いますということで、知らせ会場からもう出られてるんですかね、はい、高速運転中揺れた感じがありましたということですね。はい、ということで指示された場所に避難しますということです。うん、そうですね。はい、はい、確かにね、まあ、イベント催し物などね、行っている場所、この津波注意報を発表されたエリアあると思います。でそういった場合は主催者側も津波注意報が出た場合に、どういった行動を起こすのか、でどこに避難したらいいのかということをきちんと、検討されて、準備をされていると思うんですが、まあ、その指示にまず従うということは、非常に大切なことですね。でやっぱり落ち着いて行動されるということが、重要なんでしょうね。で今回皆さんのリポートを見ていますとね、割と、皆さん落ち着いて行動されているだなということがね、印象的に分かりますね。はい、はいはい、今のところですね、観測では10センチ20センチ、まあ、それほど被害が大きくなるような観測はまだ出てないということですが、第2波第3波、さらに大きくなるといった恐れもありますので、引き続きですね、岩手から宮城福島の方、海岸には絶対に近づかないようにしていただきたいと思います。はい、では詳しく到達予想時刻、高さなどもう一度確認してみましょうか。はい、ではまず到達予想時刻ですね、すでに、過ぎていますが、この後ですね、やってくるといった恐れもあります。岩手、宮城、10時20分ごろ、福島県10時30分ごろ、最大で、50センチ、津波が予想されています。地盤沈下などしているところもありますので、50センチといってもですね、十分な注意が必要です。はい、この津波の到達予想時刻からすで、に、50分近く、経っているところもありますね。岩手県宮城県ではすで、に50分近くこの到達予想時刻から経っています。でこの津波というのは、何度も申し上げていますが、第1波第2波、さらに第3波4波とあることもありますが、間隔は非常に長いものです。はい、その津波の種類によってね、その時々の津波によって間隔も違ってくるものだと思うんですが、まだこの第2波第3波、到達してくる可能性が十分にありますので、この時間が過ぎたから、また海面に変化がないからということで、海の近くに戻ったりとかね、するようなことはないようにね、していただきたいと思います。はい、で前回のね、3月11日の時もいろいろお話を、伺いますと、やはり、一度も津波の波が引いたから、でそれさほど高くなかったからということで、ご自宅に戻って、それでこのあと第2波第3波の大きい津波に、巻き込まれたというね、報告もありますのでね、はい、まあ、当時は津波警報でしたけども、今回津波注意報ですので、まあ、ランクはね下なんですけども、やっぱりこういう場合はね、念には念をね、入れて、対応していただくっていうのがいいと思います。そうですね、はい、津波注意報が出ている間はですね、海岸には近づかないようにしていただきたいですね。では、交通気象センターから、交通に関する情報をお伝えします。はい、それでは交通気象センターから最新の情報についてお伝えします。まずは鉄道からです。現在ですね、こちらの画面ご覧ください。先ほど発生しました東北エリアの最大震度4の地震の影響で、現在東北新幹線、秋田新幹線、山形新幹線、東海道新幹線に遅れが発生しています。ただこちら一旦運転を安全確認のために見合わせましたが、現在運転を再開していまして、徐々にこの遅れの間隔は狭まってきています。また釜石線が現在運転見合わせとの情報、たった今鉄道会社の公式サイトから発表されています。
新幹線、東北新幹線、秋田、山形、東海道新幹線は地震の影響で遅れが発生中。そして在来線、岩手県内を走る在来線の釜石線は運転見合わせとなっています。この後の影響予測ですけれども、おそらくですね、現在遅れている路線については時間とともに解消してくると思います。ただし余震があった場合や津波の注意報の解除のタイミングによっては影響が長引く可能性があります。また釜石線、運転見合わせの釜石線についても同じようなことが言えそうです。続いて道路への影響です。こちら道路への影響ですけれども、高速道路、今のところ通行止めの情報などは入ってきていません。ただし東北の広い範囲、東北自動車道、常磐道、秋田道、北関東道、仙台東部道路、仙台北部道路、こちらでは地震の影響で現在速度規制がかかっています。また現在も津波注意報が発表されていますが、沿岸部には絶対に近づかないよう、近くにいらっしゃる方は直ちに海岸から離れるようにしてください。その他鉄道への影響、道路への影響につきましては携帯サイトの交通情報の中でも随時アップしています。最新の情報をこまめにご確認ください。この時間、交通気象センターからは以上になります。はい、最新の交通情報もお伝えしていきました。携帯サイトでも随時更新していきますので、ウェザーニュースの携帯サイトも参考にしてみてください。それではですね、皆さんからたくさんのリポートをいただいてますので見ていきます。宮城県仙台市の方からです。10時46分にいただいています。長い長い縦揺れ、何の前触れもなくガタガタと縦揺れが始まり、強くなるような不安感だけを煽る長い揺れが続きました。今大きな地震で停電でもしたらどうなるのでしょう。あの人は違う心配事が出てきました、ということで、はい、本当に、ね、長い揺れでガタガタと揺れて、またしばらく同じ揺れがずっと続きましたね。まあ、はい、震災を経験したからこそやはりね、また想定できる怖さがあるかと思います。では続いていきましょう。福島県須賀川市の方からです。9時57分の地震は非常に横揺れが長かったです。小さい揺れから少しずつ大きくなり、30秒ほどして一番強い揺れになりました。2分以上植木鉢の葉や照明が揺れていました。3月の前震、本震以来の長さの横揺れでした。部屋の棚から本が落下していましたが、怪我はありませんとのことです。はい。怪我がなくて本当に良かったと思います。はい、では続いていきます。宮城県塩釜市の方からです。1時間ほど前の地震に伴い津波注意報が発令されました。市役所では防災無線を使用し、海岸付近には近づかないように市内全域に注意を呼びかけています。地震の時駐車場におりましたが、車がぐらぐらと揺れました。車って結構揺れるんですね、ということです。はい、現在もですね、岩手、宮城、福島で津波注意報がまだ発令されています。はい、この後もですね、引き続きまだ海岸付近に様子を見に行くなど近づかないようにしてください。ではもう一つ行きましょう。岩手県陸前高田市の方からです。タイトル、避難中。地震は揺れがゆっくりでしたが、長かったため即避難準備を行い高台に避難しましたとのことです。そして写真もあります。写真は近くの高台に避難してきた車の数々ということです。はい、たくさんの方がやはり高台に避難してきているようですね。はい、即避難準備を行って高台に車でひいさんは移動してきたようです。やはりね、皆さん一度大きな地震、津波を経験しているので早いですね、準備が。はい、それでは以上リポートをお伝えしていきました。それではですね、引き続き続いては最新のお天気確認していきたいと思います。では全国のお天気マークで見ていきます。それでは全国の天気をお伝えします。
まずは西日本です。那覇は夏空が広がりお出かけ日和です。にわか雨の可能性はあるものの、雨は降っても短時間です。九州から近畿は太陽がギラギラと輝き、厳しい暑さが続きます。午後はもくもく雲が近づくと、にわか雨や雷雨の可能性があるので、天気急変にご注意ください。次に東日本です。こちらも各地強い日差しが降り注ぎ、真夏の暑さです。こまめに水分補給をして熱中症に注意してください。午後は内陸や山沿いでにわか雨や雷雨に注意が必要です。続いて北日本です。仙台は強い日差しが降り注ぎ暑くなります。午後はにわか雨や雷雨に要注意です。秋田は雲が広がるものの日差しも期待できます。札幌はだんだんと天気回復しお出かけも楽しめそうです。以上、全国のお天気をお伝えしました。それでは引き続きお天気確認していきます。最新の津波情報、はい、では引き続き最新の津波情報を確認していきます。予報センター町田さん、お願いします。はい、予報センターから、津波地震の情報をお伝えします。まず、津波に関してです。先ほど、実際に、10時44分ごろ、はい、大船渡では10センチの津波を、観測しました。はい、また金華山沖、宮城の金華山沖でも、津波を観測しています。中止してるっていうことを、大船渡では10時44分10センチの津波を観測しています。はい、それ伝えます。はい、わかりました。はい、はい、どうも。この後ですが、今、津波が来ていないといったところでも、まだこの後到達する恐れがあります。津波の到達予想をご覧いただきたいと思いますが、すでに、時間としては過ぎています。岩手、宮城では10時20分ごろ、福島県では10時30分ごろといった予想です。すでに過ぎていますが、まだこの後、津波が、やってくるといったそういった恐れもあります。第1波よりも第2波、第3波と、高くなるといった、そういった恐れもあります。また、各地の、詳しい予想ですが、宮古、大船渡、釜石、石巻、こちらは10時30分で、すでに到達時刻に達しています。また、いわき市、小名浜、10時40分ごろ、久慈港10時50分ごろ、仙台11時10分ごろ、相馬でも11時10分ごろということで、こちらも到達時刻に達しているといったような状況です。はい、こちら予想到達時刻はすでに過ぎているところがほとんどになってきています。はい、ただこの予想到達時刻というのは津波の最初第1波の到達予想時刻なわけですね。ですので第2波第3波はこれよりも後の時間に、やってくる、襲ってくるということになりますので、この時間が一番早い時間だということで、この津波注意報が解除されるまでは、津波の第2波第3波が襲ってくるというふうに、考えてもらうのが一番いいと思います。はい、はい、そして津波の高さも、第1波よりも第2波第3波後の方が高くなるケースが非常に、多いわけですね。前回の311の、大津波の時も、第2波第3波の方が高かったという目撃証言もね、あります。ですので、今まだ海面に変動がない、そして、津波があったんだけどもかなり低い海面変動だったということで安心しないようにやっぱりしていただきたいと思います。で、今実際に、この津波の高さがどういったものなのかということの観測なども、行って、このあと津波がどのようになるのかということもね、常に、検討していまして、本当に津波の危険性がなくなったときに、初めてこの津波注意報を、解除することになりますので、この津波注意報が解除されるまでは決して海に近づかないこと、そして今もし海の近くにいた場合であれば海の近くでもより安全な場所、高い建物、できるだけ鉄筋で丈夫な高い建物に避難していただくというのが、一番安全なのかなというふうに考えられます。はい、はい、それとですね、今週は、ウェザーニュース、小名浜港、福島県いわき市小名浜港で、しらせを停泊させていまして、しらせ小名浜セブンデイズ、現在行っている最中です。
こちらの催し物なども、ね、行っていたんですが、その最中に今回の地震があり、津波注意報が発表されました。この津波注意報の発表を受けまして、現在現地に来られた皆さん、そしてしらせ乗船された皆さんは今しらせの船内で避難して待機をしているという状況です。あとですね、現在津波注意報が出ているということで、この受付なども一切今ストップしています。ですので、このしらせに見に来られる方もね、これから予定されていた方も多かったかもしれないんですが、現在受付すべてやめていますので、この津波注意報が解除されるまでは会場には近寄らないようにしていただきたいと思います。津波注意報が、ね、解除されたタイミングで今後どのようにしていくかということもこのソライブ24の中でも、ね、お伝えしていきますので、そこを確認した上で行動していただきたいと思います。で、あとね、また会場に向かわれている方もね、今注意報出てますので、港にはね、近づかないようにしていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、では、リポートを紹介したいと思います。はい、はい、しらせからですね、福島県いわき市です。しらせ乗船中に地震が発生して津波注意報発令、船内放送で津波注意報が解除になるまでは船内に留まってほしいとのこと、ということで、はい、まさに今お話しされたことですね。うん、そうですね、はい、今日も大勢たくさんの方がしらせ乗船されてまして、はい、イベントなど行ってたわけなんですがね、その真っ最中に今回の地震、そして津波注意報が発表されたわけですので、まあ、乗船されてた方はそのままとどまって、今現在もとどまって、もらっています。はい、また岸壁などね、近くにおられた方は一旦しらせに乗船すべての方、していただいています。で、今回津波の高さが 高くても50センチ程度だと予想しています。はい、ですので、50センチ程度津波注意報クラスの高さであれば、しらせ非常に大きい船ですので、ほとんど、影響を受けない、被害はしらせそのもの被害が受けるということは、全く考えられませんので、船の中が安全という判断で、今回、そのように、ね、させていただいているということです。はい、はい、では、こちらは地震の揺れに関してですね、はい、寝ていて、起きるときにですね、はい、目が覚めて起きるときで、突然大きな横揺れが30秒ほど来ました。はい、テレビがゆらゆらガタガタ大きく横揺れ、テレビがひっくり返ってしまったということです。津波注意報発生しました。山形市は3から4ということで、山形からいただいたリポートですね。テレビがひっくり返ってしまったといったことですね。はい、今回の地震の分布を見ていただきますと、かなり広範囲で揺れています。はい、そして地震計の観測によりますと、震度4のエリアも、広いんですね。岩手県から宮城県、そして福島県で、震度4観測しています。はい、でやはり地震の規模が大きい地震だということですので、規模が大きい地震だということで、最大震度は4だったんですけども、でもその4の範囲がエリアが広かったということがね、今回この地震の特徴とも、言えると思いますね。はい、皆さんからの報告でも、揺れの体感を、ご覧いただきますと、このようにですね、はい、強い揺れといったのが、黄色いマークですね。そして、オレンジ色が激しい揺れ、赤は凄まじい揺れということですが、特にこの黄色い強い揺れといった報告が、確かに岩手県から関東までですね、広い範囲に、見られるのが分かります。そうですね。はい、はい、マグニチュード 7.1 といったこの、沖合で起きた地震ですが、やはり強い地震ということで、広い範囲で、強い揺れを感じたということですね。はい、でやはり規模の大きい地震ということだったのかもしれませんが、長い時間にわたって揺れていたというのも特徴ですね。で、はい、こちらウェザーニュース千葉県幕張にありますが、今回も最初は小さな揺れだったんですね。まあ、縦揺れから始まりました。そしてその横揺れもかなり、長い時間にわたって、ゆっくりの動きだったんですけどもね、揺れていたという特徴でしたね。はい、はい、では、予報センターから地震津波に関する情報をお伝えしました。はい、最新情報をお伝えしていきました。
ここでしらせに関するお知らせです。本日ですね、予定していたしらせ小名浜、復興を盛り上げる談議会がですね、1時から2時半で予定されていたんですが、こちら、今日はですね、中止ということになりました。はい、今日予定していた復興を盛り上げる談議会、細部の中でも13時から14時30分で中継をする予定でしたが、今日はこちら中止となりました。ではですね、引き続きこの後もですね、津波地震情報、最新情報を入り次第お伝えしていきます。ではこの後11時30分からは気象情報をお伝えしていきます。はい、津波の情報予報センターからお伝えします。新たな津波の観測情報が入りました。相馬で11時11分10センチです。相馬で11時11分10センチの観測です。また大船渡では再び11時20分に10センチの津波を観測しています。大船渡では10時40 44分にも10センチ観測していますが、新たに11時20分10センチの観測です。引き続き岩手から宮城、福島、津波注意報が発表されています。第1波よりも第2波、第3波と高くなる恐れもありますので、引き続き海岸には近づかないようにしてください。以上、予報センターから津波の情報をお伝えしました。
にちは。時刻は11時30分を回りました。引き続きですね、津波地震情報、最新情報入り次第お伝えしていきます。そしてまだこちら、津波注意報は発令されています。この後もですね、引き続き海岸付近には近づかないようにしてください。それではですね、今日のお天気ここで確認していきます。では今現在の千葉幕張の空の様子も見ていきましょう。少しもくもく雲もお天気カメラからも見えるようになってきました。今日も各地気温が上がって天気の急変が心配です。実況天気チャンネルで見るともうすでに東京都の練馬35度を超えてきています。こちら見ていきましょう。東京都高くなってますが、練馬で今現在11時30分現在 35.2 度観測しています。東京では 31.9 度、全国的に見るとピンクのエリアがもう30度をすでに超えているエリアなんですが、ほとんどのところでね、もう今日すでに30度を超えてきています。暑いのでこまめに水分補給をして熱中症には十分気をつけてください。それではですね、各地からもくもく雲のリポート届き始めていますので見ていきます。群馬県のペロさんからいただきました。朝から日差しじりじり、気温も上昇、もうすでに32度。窓はすべて開けて風通しを良くしていますが風がない。今日も黙々と入道雲が出てきました。昨日は夕方より8時頃からの第2弾の雷雨の方がすごくて、朝見たら雨カップオーバーしてました。今日もゲリラが来るかな。はい、昨日は夕方より夜8時頃の方の雷雨の方がすごかったとのことです。今のところね、まだこう大きく固まってもくもくしている様子はないのでまだ大丈夫そうですが、この後ね、午後心配になってきますね。では続いていきましょう。続いては群馬県高山市の豆ちっちさんからです。タイトル、夏の空じりじり日差し。岐阜県高山市からいただいています。今日も朝から日差しじりじり照りつけています。気温も上昇、夏らしい空になっています。水分補給は欠かせません。はい、こちらも雲が出てきていますが、まだねこちらも大きくないので急にね天気の急変などはなさそうです。ただ日差しがとてもね強くて、日向にいるとかなり暑くなると思います。スポーツドリンクなどね、少し塩分が含まれているドリンク、皆さんも飲んでください。では続いてはこちらです。栃木県那須塩原市のナナさん、タイトル、巨大入道雲。見渡すとあっという間に入道雲の背比べ。那須から湧き上がってきた入道雲が一番ビッグかな。こんな時にゲリラ雷雨防衛隊が活躍するのに計測器も忘れちゃった。そろそろゲリラ雷雨防衛隊発足しなきゃねと。そうですね、もうそろそろゲリラのシーズン到来ですね。これはもうすでに大きく発達しています。この後ありそうですね、天気の急変がありそうな予感がします。ではですね、詳しいお天気確認していきましょう。それでは予報センター町田さん、はい、お願いします。よろしくお願いします。はい、町田さん、今日は各地で日差しがじりじり、気温も上がってきてますね。そうですね、もう本当に相変わらず暑いといった夏本番の暑さですね。はい、はい、そしてもうすでに栃木県那須塩原市からはかなり大きな入道雲のリポートが届きました。はい、この暑さも手伝って、はい、もう、午前中からですね、もくもくと雲が発生して雨雲ももう一部で発生しています。はい、どのあたりでしょうか。見てみましょうか。はい、10分天気マップで確認してみたいと思いますね。はい、まず北海道の雨に関しては、はい、こちらは前線の雨ですね。こちらは昨日よりかは、まあ、だんだんと朝方までより弱まってきている、そういったところですね。はい、ただちょっと残っていますね。でこちら本州の中部エリア周辺、こういった雨の報告はもう黙々雲が発生して、ざっと雨を降らせている、そういった雲の雨ということになりますね。はい、で、この
中部エリア見てみますと、こちらですね、雨雲の様子、9時台から見てみますと、はい、だんだんと雨雲がですね、2つようにところどころに出てきてますね。出てきてますね。こうつぶつぶといった小さな雨雲なんですが、はい、ざっと雨を降らせるようなそういった雨雲ですね。で、今のところですね、こういった県境、山の上で発生しているといったところが多いですね。はい、こういったまだ山ですね。で、この後ですね、こういった発生した雨雲、東日本に関してはこういう向きに流れそうですね。だいたい北西の方向へ流れていくということになりそうです。はい、で、黙々雲、近づいてきたら要注意ということになるんですが、はい、それ見で見てみたいと思いますね。お願いします。はい、こちらですね、この水色のエリア、もう今日は広い範囲でですね、黙々雲、にわか雨、雷雨の可能性があるんですね。で、こんな雲、もうリポートでも寄せられていますが、こういった雲が近づいてきたらにわか雨、雷雨のサインということになります。はい、で、福島県の郡山市のライブカメラを見てみますと、こちらもですね、もう雲がですね、次から次へとこう上へ立ち上って、だんだんと、消えては上って消えては上ってといったぐらいにだんだんとですね、背が高くなってきているんですね。このあとですね、こういった背の高い雲、そして幅がですね、こう太くなってくると、実際もう雨を降らせるようなですね、そういった雲になってくるということになります。ということで、今日はですね、広い範囲、西日本から東日本、東北にかけて、広い範囲で、まずはこの黙々雲、そしてこれが近づいて、頭の上が暗くなってこないかどうかといったところに注意していただきたいと思います。はい、それからですね、北海道、はい、北海道はこの時間はこういった、分布で、札幌周辺はもう晴れの報告が多くなっていますね。で、一方で、北の道北、大塚側、北のエリアでは雲が多くてなかなかスッキリしないといった、そういった状況です。で、道東、北見の北見市所町ですね、ライブカメラを見ましても、もうこのようにですね、雲が割と低くてですね、スッキリしない、空といった場合ですね。はい、で、たまに向こう側が見えたりですね、運転がちょっと上がったりですね、そして下がってきて見えなくなったりといったことがあるんですが、こちらのエリアですね、北海道の、特に、北側のエリアということになるんですが、こちらではまだ、この後もにわか雨の可能性があるということで、運転の上下でですね、運転が上がると雨が止んできて、運転が、下がると雨が強まるといった具合に、運転の上下で雨の弱まり強まりを見ていただきたいと思います。はい、分かりました。はい、あとですね、はい、沖縄、沖縄、はい、沖縄はですね、はい、今の10分天気のまず報告を見てみましょうか。この時間、石垣島で雨の報告、それから沖縄本島では両方晴れと雨の報告がありますね。今日も変わりやすい天気ということになりそうで、熱帯低気圧はですね、もうこの後離れていくということになるんですが、この西の方ですね、少しこう雲が回転するようになっていると思うんですが、熱帯低気圧は離れていきますが、まだこういった小さな雲ですね、これが先島諸島周辺にかかりますし、沖縄本島もですね、こちらは割と少ないんですが、それでもたまにですね、ごく小さな雨雲が通過するということがありますので、沖縄は引き続き天気の急変にですね、コロコロ変わる天気に気をつけていただきたいと思います。はい、ということで、特にですね、今日要注意なのが、西日本から東日本のこれから発生してくるだろう雷雨、にわか雨ということになります。はい、わかりました。では松田さん、ありがとうございます。はい、それでは全国のお天気マークでも確認していきましょう。では全国のお天気です。